無双3ってな。やば、なんか早いな。時は大海賊時代、あるものは海賊、あるものは財宝、またあるものは海賊の撃滅を目指して日々戦いに明け暮れていた。そしてここにまた一人熾烈な戦いに身を投じようとする者がいた。ここだ。行けた。海賊。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあ、無事だったか。あべのこか無事だったか、あべのこかじゃあ、よ、大変な。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。砲を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。
かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出、やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ天使ロロナ・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。な、どうやるルフィ、マスターマニっていうか、あまりそっち、あらさん、どうべ、カプタールフィ。で、まさか縄をほどいてやるから力を稼いだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。ああ、おんべるなんてうまりあっぽっぽとりゃあの人、噂通り悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが、大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、俺はゾロを仲間に引き込む。ただじゃすみませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。その時はその時だ。俺ゾロに会ってくる。ここから先は立ち入り禁止だぞ。レオ、俺はゾロに会うんだ。ゾロのゾロ
ルの仲間か。いつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。あとペアサーバーある。よっペアマスカーある。あとサーバーある。マジで。世間でどう言われてるかは嫌が、俺も信念で後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。違う、俺はお前を仲間に言って決めた。お前、大事な方が取られたんだ。俺が裏を返してやるよ。で、俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。なれ何？たたいを謝るってめえ。Yeah.
取れば。おいよっぽどだ。ただちにゾロはゾロを処刑して。おっと、ここでやほう。だぞ、約束が違うぞ。あ、出ました。処刑台がやばいと痛いです。騒がしいわね。あたしに好都合だけど。おかんかも初期の病態の時、あたしには貴重な回復があるからな。権力の前には数同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなれない。天国まで名前が届くより、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。くたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。海賊にはなってやる。いいか、魔法がある。世界一の大剣豪になることだ。出られねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならこれくらいになってもらわねえと。ほらほら、さっきの偉そうなやつがいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。噂に聞く悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いない。シストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。よし、今のうちに逃げよう。処刑してやるぞ。
しい。